2018年6月28日ウェーブ認定シングル選手権試合、王者大畑美咲 VS 挑戦者いろは拓海。飛び交うこの一戦、試合を決着づけたのはいろは匠の必殺技ランニングスリー。いろは匠がウェーブ認定シングル王者レジーナに輝いた。イコールレジーナベルトが他団体に初流出の事態に。5年目にしてやっとベルトを取ることができました。他団体にベルトが流出したとなれば、きっとウェーブの選手もみんな黙ってないと思います。誰でも挑戦を受けます。あんだけ選手が出てきてくれたので面白いですよね。アスカ、ウェーブの至宝であるレジーナは必ずウェーブに戻します。両者は6月3日札幌大会でシングルで激突。結果は10分ドロー。19歳のうちにレジーナのチャンピオンになって、初10代のレジーナのチャンピオン。マーベラスを背負っていく覚悟もちょっと前よりもついたと思うし、地方奪還、アスカ初の10代王者へ。マーベラスを背負う者としてこのベルトは渡さない。マーベラス VS ウェーブ、ウェーブ認定シングル選手権試合。シングル選手権試合、王者いろは匠 VS 挑戦者アスカ。実況の泉このスペース、そして解説の二上一子プロデューサー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずは挑戦者アスカが登場してまいりました。なんと10代のうちにこのレジーナのベルトを巻きたいという壮大な夢を描いております。高見さん、この団体の頂点のベルトをですね、10代のうちに巻くっていうのはなかなか、まあ、普段普通の人では言えないことではないですよね。そうですね、でこの子去年これ、11周年大会なんですけど、はい、去年の10周年もメインなんですよね。そうだ、大田区体育館ね。そうそうそう、はい、大田区のメイン、アスカ対大岡由美というカードでしたもんね。カードでしたね。はい、しかもこの大岡にピンホール勝ちをしております。さあ、チャンピオン入ってまいりました。いろは匠の登場だ。さあ、チャンピオン、これが初防衛戦。意外にもいろははこのウェーブの、あ、おっとっとっと、どうしたんですか今のは。今のベルト落としましたね、この人。はい、ちょっと今ハプニング、バカ野郎ちょっとハプニングもありましたが、レジーナじゃなくてよかったまあそこは突っ込まないでおきます。さて、試合前の恒例のこの記念撮影、そして今両コーナーに分かれました。いや、この時はですね、非常にお客さんの声援が2つに分かれてましたよね。そうなんですよ、マーベラスファン、そしてウェーブファン、その両方の応援がこだましております、交差しております。さあ、まずそれをお聞きいただきましょう。どうですかね、どちらのコールの方が大きいですかね。どっちもどっち、まあ、そうですよね、あの男の声が大きいか女の声が大きいかです、まあ、まあまあそこが一番ですよね、はい、まあ、今ご覧いただいたように二上さん、そして長谷千草さん、それぞれがセコンドについてますね。そうなんです、そうなんです。なんか、はい、いや、なんか何でやったかな、うん、なんかあのセコンドつきますとかって、急にツイッターとかで長谷さん言い出した。これじゃあ私もつくって言って、ああそうだったんですね。もう紹介で岡さんには何もすんなよってなるほど、目立つなよって、まあ、それは言われますね、はい、いやでも T シャツ結構目立ってましたけどね。 T シャツだけ結構目立ってます、はい、さあ、ここはまずクリーンにロープブレイクで、チャンピオンいろはがクリーンにロープブレイク、そしてアスカはこの表情であります。
さあその10代のうちにベルトを巻きたいというのは、まあ、団体の頂点のベルトと言いますとですね、はい、3W 王者を巻いたマッハ文明さんは10代、はい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 、多分これ以降頂点のベルトでないんじゃないですかね、10代で巻いた例は、ね、え、そうですか。なんか 3W とかってありそうじゃないですか。結構昔の前女さんって、はい、若い子多かったじゃないですか。まあそうですよね。まあその後もね、結構2代目赤木真理子さんとかね、 ああいう人たちが巻いたり、まあ、ジャッキーさんが巻いたりとかありましたけども、まあそのマッハ文明に代表されるようにこの10代の内着ベルト頂点を取るというのはね、かなりもう歴史的な偉業になるわけですよ ね、 そうですね、はい。さあ平成のマッハ文明になれるかこのアスカ。おっとここでドラゴンスクリュー、早くも足攻め。さあこのアスカの動きを封じるにはこの足攻めが一番効果的、それを熟知しているかのような足攻めだ。さあこのまま、あっと今度は足の後ろ側、裏側を蹴ってまいりました。まあ蹴りは得意中の得意であります、このいろは匠。まあ二神さん、このいろはもですね、はい、このベルト以外にもまだこのデビューしてから取ったことがなかったね。知らんかった。ええ、でもシングルのベルトでしょ。そうですそうです。タッグはね、もうニュートで取ってますけどね。いや私24年やったけど一回も巻いたことなかったそうですね。それは二神さんの中の密かな自慢ですよね。これはもう24年やって縁がなかったって、ええ人かな自分。いやまあかなりね20年超えの選手で男子を含めてもね、まあまあそうそういませんよね。いやシングルのベルト巻いてない20年選手って誰でしょうね。二神さんと木戸さんぐらいじゃないですか。え、そうやの。多分そんなそれぐらいになっちゃいますよ。だって引退決まってから大阪プロレスのお笑い、うん、世界お笑い選手権ベルト ありましたね。そういうベルト挑戦してくださいって言われたんですけど、はい、いやうっかり取ったら困るからやめますって言って断ってしかもベルトの趣旨からしたら取れそうですもんね。取れそうやねんもん、ちょっとそれは危険信号ですからね、ぜひ取らないで終わっていただいてよかったですね。うん、さあここまでの展開でありますが、やはりずっとこのいろはたくんが必要でこの足攻め、今度はストレッチマフラーの体勢に入りました。アスカがこの表情だ、苦しんでいる苦しんでいるアスカ。さあこの思い起こせば6月28日後楽園、いろは匠がこのベルトを奪取した際、いろんな選手がね、二神さん、なんと上野選手ほとんどリングで上がりましたね。いやなんならフェアリーさんなんか真っ先なかったもんいや実はその試合見たかったですけどね。フェアリーさん真っ先でしたよ。そうでした。その中でいろは匠が選んだ相手 ねいや実現してたらちょっとどんな試合になってたか想像つかないですけどね。でもこの試合はもう、私はもう一回見たかった。うん、なんでかっつったら、あれなんですよ、6月3日にやった北海道の試合がすごい良かったんですよ。あれ多分10分だか15分だか、そうですね、10分ドローですよね、はい、なってドローで、ほんまにチェリーさんと見てて、なんかすごい女子プロレス見たね。あなんかすごい女子プロレスやったね、時代が変わったねチェリーさんって。そういう会話はチェリーさんが似合いますね。そうなんですよ。さあ今度はおっとアスカがドロップキック。さあこのキック合戦からアスカが優位に立つのか。さあ人差し指を天に掲げた、今度は何でしょうか。さあ場外戦場外戦、アスカのおっとアスカこちらだ。さあまだ今ちょっと足元を気にしている、さすがにこの下半身のダメージがまだ拭えないようでありますが、そのままセカンドロープからトップロープ、何を狙うんでしょうか。さあなんだこれは、何を行くんだ。おっとミサイルキック、トップロープから場外へのミサイルキック。いや双子さん、これはあのトヨタマナミ式ですよね。そうです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 。いやこの技が復活するとは思わなかったですね。なんかね直伝いっぱいもらってるよ。広田なんか容赦いくぞしかもらわれへんかったそうだそうだ、しかも最後本人公認でしたからね。公認でしたからね。はい、豊田さん公認の容赦いくぞがありました。しかしこのアスカはブーメランアタックとともにこの場外ミサイルキックを豊田真奈美から伝授されたわけであります。それをここ大一番で披露してまいりました。初公開ですよね。初公開ですね。はい、いや非常に今高角度で決まりました。この場外ミサイルキック、今度はリングに戻ってからはリング上でのミサイルキック2連発。いやまさに飛翔天皇天女を見るかのような、そんな勢い思いがありますこのアスカ。二神さんもう、あ、トヨタさんが言うにはですね、はい、前世紀の私と同じぐらいのこのバネット運動神経を持ち備えてるとか、うん、アスカのことを称してましたからね。そうですね、あとなんかねやっぱ怖いもの知らずやから、はい、この人何にも怖くないんやろなと思う。そうですよね、もうこれはもう立て続けざまに行ったんですが、今剣山でカット。さあイロハも読んでおりました。さあここで女性ファンの声援がどんどん響いてまいりました。やはりこのマーベラスファンの声援が力になりますよね。そうですね、
もう明らかに男の声援と女の声援ですからね。うん、しかもこの時のね直前に桃の美桜がね初のベルト獲得ということで、うん、はい、あの大川君でウェブタップをベルト巻いた時にですね、やっぱ女性側の声がまた高くなりましたからね、うん、はい、まあ、そんないいムードの中迎えた名イベントであります。さあここでどうだ、さあ両選手どちらが優勢に立つのか。バックに回ったのはイルハだ。どうだ、ジャーマンの体勢。しかしアスカもここはこらえる、こらえる。なんとかコーナーサイドヒップブッシュ。さあ今度アスカがやり返すか。しかしイロハも呼んでいるか。どうだ、突進するのはアスカの方だ。キック、しかしこれはあっとドラゴンスクリュー、またしても膝を破壊していく。さあイロハここに来て冷静沈着、そして膝のあたり、膝のあたり、二上さん効果的な流れを作ってますね。そうですね、ええ、ああこれすごいな。うわっと、これは何ですか今の。膝ひねるやつ。はい、膝なんかあの首ひねるやつあるじゃないですか、うんうんうん、あれの膝バンちゃいますか。あ、そういうことですね。そう、さあ名刺は特にないですからね。ないです、ないです、はい、さあ足音の字だ。ここで足音の字、さあ満を持しての足音の字が飛びに行きました。チャンピオンのイロハタクミ、さあこれはなんとかベルトに逃れたい。アスカの表情がまたしてもこの表情だ。さあこうなるとアスカ危ないぞ。さあウェーブ陣営、セコンド陣も激を飛ばす。そしてウェーブのファンも一緒になって声援を送っております。いや本当に団体対抗色のムード一色になってまいりました。またしても、あおっとこの表情、いやアスカの気持ちが伝わりますね。伝わりますね、はい、でもねでかいんですよ。でかい、でかいですね。すぐロープいけるの。あ、なるほど、これは確かに大きい人は得意ですよね。そう、はい、手やのひね、ちょっとひねったらピュッてこれあのもものとかじゃここはいかないですよ。そうなりますよね。そう、まああと3倍ぐらいね、うん、パワーが必要ですからね。おっとここでどうでしょうか、イロハがもう余裕の表情か、仕留めにかかるのか。間に合った、間に合った。イロハもセカンドロープ。さあアスカ飛び乗る。おーっと、ここでいった、なだれ式のアームホイップ。さあアスカ形勢逆転か。さあドロップキック。さあイロハに対してアスカも負けてはいません。突進していく。さあビッグブーツ、イロハからここでどうだ、サイドスープレックスの体勢。まず一回ここでリングの中央に持っていった。そこからタメを利かした。パワーあるよな。そうですよね、わざわざ今リングの中央まで持ってきましたからね。そしてタメを効かしてからのこのサイドスープレックス、いい流れを作ってまいりました。アスカ、そしてこのポーズだ。さあどうでしょうか、さあリーチを生かした攻めに行くのか。しかしイロハもここは生かせない。さあイロハにとってはこれが初防衛戦。おっと、速いコンビネーション、速いコンビネーション。そしてトラスキック、見事に命中。さあジャーマン、さあイロハも少し膝のあたりを気にしている。両者ダメージが蓄積されてきた。しかしイロハはそれに負けていない。そのままどうだ、トップロープ、今度こそ決めるのか。アスカ間に合うか、アスカ間に合うか。次の一手はどちらだ。アスカが間に合った。さあコーナーでの戦い、今度はアスカが何を狙う。まずはエルボー、何でしょうね、ちょっとわからないですね。さあ先ほどの場外ドロップキック、ミサイルキック、それと並ぶような何か秘策があるんでしょうか。しかしここはチャンピオンイロハも打ち勝つか。アスカを耐える、こらえる。さあまたしてもアスカもセカンドロープからスタンディング。おっとヘッドバット、どうだイロハか。おうん、しかし耐える。あっとそのままいった、なだれ式ライガーボム。どうだこのまま決まるか、カウント2。二上さん、今のはイロハが粘り勝ちですね。そうですね、はい、次は何だ。さあウェーブ10周年記念大会最後を締めくくるのはこのイロハか。またしてもベルトはタラン隊にいったままなのか。おっと、もう一発いくのか。さあまずはフロッグスプラッシュ、もう一回狙っている。イロハが連発で決めていくのか。スワントーンで勝負ありか。ブリッジで返したアスカ。
人の劇が飛んでおります。セコンド陣からの劇が飛んでいる。もちろん二神さんももう劇を飛ばしまくってるわけですね。もちろん、はい、あとあのイロハのコーナー登った時メガホン何回投げつけようかと思いました。いや危なかったですね。送られてた。そうでしたね。さあしかしこのポーズ、さあ決まるか、この体勢決まってしまうのか。何人か、おっと危なかった。しかしイロハがそのまま突進していく。アスカジャマン素早い動きだ。さあそしてトラスキック。いや二神さん確かに 6.3 札幌の戦いを、はい、また見るかのようなすごい試合になってきましたね。このジャーマンもね意外と綺麗に、はい、ちょっとこれは間空いてるけどね、意外と綺麗ですよ。ブリッジが綺麗でしたね。なんかで見たんですけど、橋本のジャーマンオブライトじゃないですか、はいはい、これはあの車のあのバイクのウィリーみたいな。ウィリーというらしいです。ウィリーね。あ、なるほど。ウィリー。ウィリーが出ました。そしてチョークスラム。さあ、ウィリー、チョークスラムと来てこのポーズ。今のはなんだ？何を意味するポーズか。さあ、女性ファンの匠コール。これは耳に届いたか。イロハも懸命にエプロンサイド。今度はイロハが登る番か。しかしアスカも狙っている。どちらだどちらだ、主導権を握るのは一体どちらだ。さあアスカが待っているのか。どうだ、しかしイロハも吠えた。またしてもエプロンサイド、ヘッドバット、もう一回行く。3連発アスカの神戸が垂れた。さあどうなんだ、そのまま流れ式のブレンバスターに行くのか。アスカも耐える、引っこ抜くか。アスカもこらえる、ぶっこ抜くか。それでもアスカが耐える。どうだ、流れ式、おっとトップロープ、トップロープがいった。いや二神さん、流れ式ブレンバスターをトップロープから行く人はなかなかいないですよね。最近いませんね。はい、いや驚きました、まさかのトップロープ。まあ、かつてはダイナマイトキッドのこの代名詞でしたトップロープからの雪崩式ブレンバスター、かなりこれは珍しいケースであります。さあ両者ともに消耗しております。いやすごい試合になりましたね。いやすごいすごいすごいです、はい、さあ11周年記念大会にふさわしい攻防になってまいりました。アスカとそしてイロハタ組、今度はスタンディングエルボー合戦。さあ両者の闘争心はもう全く衰えていません。まさにこの闘争心だけが体を動かしている、そんな戦いになってまいりました。フラフラになりながらもとにかく打ち合う。アスカもやり返すか、エルボーものすごい鈍い音、ローリング式、それでも倒れない。これが意地だ、これが意地だ、アスカの意地だ。そして倍返し、もう一回いった、正面から相手来いと顔を突き出すイロハ、何度も行く。さあこの毛先チョップのような形になっている。いやー2人の意地ですねこれは。二神さん意地ですね、あんなトップのプレンバサバでやっといて、いきなり殴り合いっていう。そうなんですよね、もう2人の思いがこの一挙手一投足に現れている。さあ今度はまたしてもキックが打ち勝った、イロハの方が打ち勝ったような。チャンピオン優勢、チャンピオン優勢、おっと叫んだ、即頭ぶりヒット、限りましたね、限りましたね、復活した。いやこれも豊田真奈美譲りのゾンビか。いや今の中村信介譲りの限りですね。そうでしたね、ヤオでしたね。いやしかしこれはこの表情、さあどうだ、イロハがトライガーボム決まってしまうのか、返した、トントン。なんかちょっとあのランナーズハイ的なゾーンに入った感じですよね。そうですね、確かにそうですね。おお、ものすごい一撃だ、ハードヒットアスカ、いや今のはすごかった。そうですね、この一発で流れが変わった。チョークスラム、これもワンデ返す。
年まれに見る好勝負となってまいりました。さあアスカが今度はあっと、しかしイロハが間に合う、イロハが間に合う、しかしアスカがここは迎撃する、何度でも打ち込む、何度でも打ち込む、倒れるまでいった。すごい試合になってまいりました、すごい試合になってまいりました。永久保存版の一戦であります。さあどうだ、アスカがトップロープ、ブーサンド、トラメドを一発になるのか、ここ返した、返しましたね、二上さん、返しましたね、はい、綺麗なムーンサルト返されましたね。そうでしたね。ということは、ということはこのセットは何を意味するんだ、このポーズ、これ1年ぶりじゃないですか。そうなりますよね、あのウェーブ10周年記念大田区体育館以来の封印を解くのか、レジーナ王者いろは匠を打ち破りました。いや二上さん、これはもう一言で言うとホッとしたって感じですか。そうです、でもこれバケモンですね。そうですね、まだデビューで3年です、この日で3年です。本当にそうなんですよね、信じられません、ちょっとバケモノですね。さあアスカが手を差し伸べるが、いろははこれを拒んでリングを降りました。まだまだ二人の戦いが続くという意思表示でしょうか。いろはさん、いろはさん、ちょっと待って、アスカを指名してくれてありがとうございました。今度はアスカが王者として、あなたが挑戦者として、また戦いましょう。高見さん、はい、もう高ライバルが誕生したという感じですよね。そうですね、なんか、まあ、まだ3年ですけど、なんか3年で、この1年で急成長しました。あ、そうですね、10代のうちに頂点に立ちましたよね。立ちましたね、はい、というわけで最後の締めはもちろんアスカ、日本初のジェンダーレスレスラーアスカがウェーブのトップに立ちました。来週の放送はマーベラスの最終兵器ナイラローズが番組初登場、そして山下里奈がアイスリボンヒイラギクルミとパワー対決、お楽しみに。さあ本日は水道橋にあるプロレスショップチャンピオンさんに私大畑美咲がお邪魔したいと思います。すみ店長元気かな。すごいウェーブの DVD 揃ってますね。はい、当店のプロレス DVD の品揃えはただに随時だと寄付しております。さすが意義なし。そしてチケットもほぼ全団体を網羅してますね。あれ、ウェーブのチケット残りわずかじゃないですか。はい、当店ではですね、こういった座席表を用意しておりまして、お好きな会場のお好きな座席をお選びいただけます。さすがお客さんファースト。そして各団体の T シャツやグッズもこんなに揃ってます。こいつがプロレスショップ界のチャンピオンだ。プロレスグッズのことなら水道橋チャンピオン。プロレスリングウェーブの最新試合や旗揚げからの懐かしい試合が月額800円で見放題のウェーブネットワーク。毎月最新動画を続々とアップ予定。これがウェーブネットワークだ。飯田美香引退試合ごちそうさまでした DVD 発売。2018年5月4日に引退した飯田美香の引退試合をたっぷり収録。対戦相手には飯田の後輩山下里奈、小林加穂、夏すみれのザブン同期トリオ。笑いと感動、ウェブらしい飯田美香の引退試合。そして飯田美香引退ロード集も盛りだくさんの収録。特典映像は飯田美香スペイン遠征試合、世界のプロレス、そして飯田美香がディレクターに初挑戦、タクシー代払ってもらって家ついてっていいですか。そしてそして飯田美香がドラマにも初挑戦、孤独の飯田。そしてそしてそして何が出るのか、緊急 SOS、 飯田家の風呂の水全部抜いてみた。そして仲間から飯田美香に一言物申す。
飯田美香引退試合ごちそうさまでした DVD 発売中です。